一気に切り抜ける。流れ玉に気をつけろよ。暇だと味方撃っちゃうから。それ流れ玉じゃないよ。これでどうです？これで最後？まだ遊び足りねえんだけど。作戦 B だ。カナダ、当たって砕けてこい。そんな作戦ないから。今真面目に戦ってた？だって気が乗らねえんだもん。いい修行になっただろ。本当に鍛えるべきはビシャスの腕。Thank you.
俺がみんなを守ってあげる。作戦 B だ。カナダ、当たって砕けてこい。そんな作戦ないから。一気に切り抜ける。全力で行くよ。じゃあ俺は全力でサボるわ。やっちゃう。流れ玉に気をつけろよ。暇だと味方撃っちゃうから。それ流れ玉じゃないよ。虚空を引き裂く在下のしるべ、その身に刻め、石化熱霊弾。これでどうです。が乗らねえんだもん。いい修行になっただろ。本当に鍛えるべきはビシャス。
流れ玉に気をつけろよ。暇だと味方撃っちゃうから。それ流れ玉じゃないよ。ここからだよ。いっけおいよ、遊ぼうぜ。リフレイントリガした。神キャスク、もう踊りはおしまいか。落胆させるな、俺らは。キャスク様、体が動かねえ。
消えろ。何もかも、すべて残さず。襲ってくるぞ！ピサセ、やめて！あかん、カナゴ！今は話通じひん。やるしかないわ。ピシャス、何をしてるか分かっているの？もっと俺を楽しませてくれよ、カナタ。ピシャス、やるしかないの。行くぞ。すぐ終わるわ。俺、フィシャスと戦いたくなんかないよ。つまらんな。あがいてもがいて俺を楽しませろ。やらなければやられる覚悟を決めろ、カナタ。なんでこんな。
様子がカーディナルイーター。やるな。やはりお前は面白いよ、カナダ。それでこそだ。それでこそ、俺ももっと楽しめる。もうダメだ。体が動かない。たちでは止められはせんよ。誰だ。こうなってしまったやつは辺りのあらゆる命を食らい尽くす。それがトガオリという存在。それが本来のビシャスの力。これがトガオリ。これが本当のビシャス。こうなることを恐れずっと力を抑えていただろうに、よほど切羽詰まった状況だったか。仕方がない。あ、危ない。前に出たら。誰だお前は。呪いに委ねし邪悪なる力よ、器に戻りて永劫眠れ。沈まれ、汚れなきマナよ。何？してんじゃねえよ、ダッセーな。なんだよ、ビシャスが悪いんじゃないか。心配したんだよ。うっせえな。扱えない力は使おうとするな。周りの人間を思うのならなおさらな。あの、ありがとうございます。あなたは一体。私の名はアイビス。しがない旅の魔導士だよ。最悪。キャスク様、手をお貸しします。いらない。そういうのやだっつったじゃん。不快に思われたのなら申し訳ございません。しかし僕たちはキャスク様の力になりたいのです。何でもやります。馬になれというなら四つん這いにでもなりましょう。どうかお役に立ててください。絶望に沈み、何の希望も持てなかった我々を救ってくれたのは、キャスク様の作ったビジョンオーブでした。その時に僕たちは誓ったのです。
キャスク様に全てを捧げて生きていくと。何それ、重いんだけど。すんません、そういう性分なんで。ん？よく見たらイケメンじゃん。同じ顔のイケメンにチヤホヤされるのも悪くないかも。てか最高かも。うん、いいよ、そこまで言うならついてきなよ。ありがとうございます。この命、キャスク様のために。だからそういう思いのやだってば。んじゃ、気楽に進歩させていただきますよ、キャスク様。キャスク！何？俺は、あなたが作ったビジョンオーブが正しいものだとは思えない。人の罪は、よく知りもしない他人が簡単に決めていいものじゃない。もっと一人一人の事情をちゃんと知って、しっかり考えて答えを出すべきなんだ。俺にはビジョンオーブのせいで人が考えることをやめてしまっているように見える。だから壊すの？ああ、壊す、壊して世界を変えたい。そうかもね、ビジョンオーブじゃダメなのかも。え、私さ、ずっと人間のことを見てきたんだ、空の上からね。それで思ったのね、人間ってほんとバカ、マジ救いようがない。だからさ、うん、めんどいけどやるしかないかなって思った。うん、てか今決めた、ちょっとやってみるよ、美しい世界ってやつにするために。それってどういう？内緒、多分君は怒るから。はあ、なんかもう喋るのもだるくなってきた。じゃあ行くね、体痛いし疲れたしだから。あんたたちのこと今回は見逃してあげる。運が悪かったらまた。行ってしまったな。追う余力がないのは確かだが、よかったのだろうか。わからない。でもなんとなく、キャスクとはまた戦わなきゃいけない気がする。当たり前だろ、蹴りつけずに追われるかよ。しかし今のお前たちではキャスクには勝てない。まさかまたトガ鬼の力を使うつもりか？ああ、てかさっきからお前誰だよ。アイビス、確か罪の国作りはった魔導士やったな。それにソニアのお世話もしてたっていう。アイビス、あなたは一体？俺たち、あなたに聞きたいことがたくさんあります。私には話すことはない。さっきも言った通り、私はただのしがない魔導士さ。秘密主義みたいやね、いけずなお人や。何も話すつもりねえなら余計なことだけ口挟んでくるんじゃねえ。私はただ勝てない相手に無茶して挑み、またトガ鬼の力を解放して辺り一面の生命を根絶やしにするような悲劇を見たくないだけだ。扱えないと分かっていたから、恐怖し禁忌していたから抑えていた力なのだろう。別に恐怖なんてしてねえ、いけすかない力だから使いたくなかっただけだ。
そうか。お前は自分の本当の心に向き合う必要があるようだな。ここから東の山を越えた先に荒踏みの高地と呼ばれる場所がある。自身でも気づかぬほど奥底にある己の内面に向き合える場所と言われている。そこに行き、自らの心と対話せよ。それが力を寄せる最善の道だろう。それに内面に向き合うことはお前たちにとっても良いことのはず。俺たちにも？見たところ、お前たちはまだ罪の力の全てを解放しているわけではないようだ。それってブラッドシーンのこと？己に問え、自身の罪と改めて向き合え。その行為が力の解放へとつながるはず。ブラッドシンの解放。私から言うべきことはそれだけだ。どうするかは自分たちで決めるがよい。さらばだ、トガを背負いし者たちよ。おい待ってくれ、まだ話は終わっていないぞ。言ってもうた。なんや、言いたいことだけ言って勝手よな。これからどうするの、カナタ。キャスクが何をする気かわからないけど、今の俺たちじゃいざって時彼女を止められない。それにこの先はもっと手強い敵もいるかもしれない。必要だよ、俺たちには力が。ビシャス、俺は行きたい。その荒踏のコーチに行くべきだと思う。わかったよ、それがお前の意志ならしょうがねえ。付き合うって決めちまったからね。ありがとう。ひとまず次の目的地は決まったな。キャスクたちがどこに行ったか、その行方もいずれは知らなければならないが。まあ今はええやないの。目の前のおかず一品ずつ片付けていかな。行きましょう、カナタ。カナタの望みを叶えるために。うん、世界を変えるために。次の目的地は荒踏の高地だ。開けません。
ビーナー、体当たって砕けてこい。そんな作戦ないから。おいよ、遊ぼうぜ。リブレイントリガThank you.
行くよ。じゃあ俺は全力でサボるわ。マジでやっちゃう？流れ玉に気をつけろよ。暇だと味方打っちゃうから。それ流れ玉じゃないよ。砕けてこい。そんな作戦ないから。特訓を引き立て最下を締め共に刻め。セッカー熱レイザン。楽しませてくれよ。俺たちはここで止まるわけにはいかないんだ。作戦 B だ。体当たって砕けてこい。そんな作戦ないから。気をつけろよ。暇だと味方撃っちゃうから。それ流れ玉じゃないよ。その身に刻め。セッカー熱レイザン。せや聖魔の活力ここへ。死ぬより先に地獄を見た。
触れてやるぜ、パニッシュメントデザイア。待てよ、全力でサボるわ。これでどうです？ブレーンチャリオ。おいよ、遊ぼうぜ。リフレイントリガー。こういう断固だこ。すぐに片付けるぞ。行くよ、みんな。押し切ります。
さかこの僕が小顔にと肩を並べて戦うとは。んだよ、嬉しいのか？照れるじゃん。黙れ、僕のデモンしたら承知しないぞ。へいへい、わかりましたよ。こういう断固決断固痛い目を見たいようだな。流れ玉に気をつけろよ。暇だと味方撃っちゃうから。それ流れ玉じゃないよ。死ね。ゲッテクを片付けてやろう。一気になるの目覚めもない。僕の目の前から消えてしまえ。魔人煉獄殺。貴様らの何か。くだらん、すぐに片付けるぞ。作戦ビーナー体当たって砕けてこい。そんな作戦ないから。これが最後だ。そうだよ。そこか。逃げちゃったかな。細かいこと気にしてるぞ。お前のわけや。気をつけろよ。暇だと味方撃っちゃうから。それ流れ玉じゃないよ。虚空を引き裂ける代価の宿命、その身に刻め。石化熱レイザー。これでどうですか。交わりし、悪しき魂に清き聖断を。セイクリッドブレイブ。そうだよ。負けてこうぜ。
戦い終わるとは武器の手入れをしないとな。数が多いから大変だ。